はい、大久保メガネチャンネルです。今日はですね、指輪と、胸元につけてるネックです。それから最近プレゼントされたゴローズのデザインについてちょっと説明したいと思います。まずあの指輪は、これはもう僕ずっとつけている、まあ、あの YouTube のチャンネル見ていただいている方はしらしら見ていると思うんですけども、テンダロインの宝石、はい、これはですね、もうお守りのように、ずっとつけています。20年以上はこれつけています。それからグレートブラックスの、オニキスのこのストーンズのベルマーク、これは最近ですね。で、あとはこのテンダロインのダラリン、これも、こちらこっちよりも長いかな、こっちの方がもう20年以上になります。この裏の刻印のところももう完全になんか潰れてるというか、長年やっぱりこうしちゃったりね、まあ、これは必ずつけていますね、はい。それと、まあ、気分によってはこのダラーがちょっとね、前にちょっとお酒飲みすぎちゃったみたいな、あ、やばい、ちょっと指むくんでるぜなんて時は、こちらのどこでもね、これの方だとちょっとゆとりがあるんで、こっちにつける時もあります。ただこれ非常に僕大事にしてるっていうか、結構デリケートなリングなんで、仕事の現場でなくて、なんかちょっとおしゃれしていこう、つけていこうみたいな、そういう時にこっちはつけてます。シルバーもあるんですけども、これも結構ハードに使っちゃって、ちょっとね、なんかちょっとデリケートに少しひびが入ってきちゃってるんですよ、これに。なんでこれはちょっと大事に置いておきますね。あとはこの A&G のドクドに、これ石が入ってますね、キラ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 石。これはですね、ちょうど90年代半ばかな、グローブの仕事をしている時に、どっかのツアーの途中でマーク・パンサーさんの部屋に、仕事終わってからちょっとシャンパンでも飲まない、お子さんとか言われて、それで部屋にお邪魔した時に、たまたまその時僕誕生日だったんですよ。で、あれ、マーク今日俺誕生日だよって言ったら、あって言ってこの指輪をいただきました。非常にあの日の部屋の光景はっきり覚えてます。非常に嬉しかった、マーク、ありがとう。あとはですね、あ、これだ、これは、クロムハーツです。これもね、ちょうど指的にはこうかな、けどこのグレートブラックスのオニキスのリップランタンが来たんで、これじゃちょっとうるさくなるんで、これはなんかこいつがいない時かな、いない時とかに気分でつけます。これもいい味が出てきてるね。これもこれ確かね、原宿の、ディストリクトで買った、下北沢ブラリーの時にちょっと紹介したんですけども、全くこれ、遊びでつけているプレイボーイリングです。これもどこで買ったかはっきり覚えてない、これも遊びでつけてます。はい、指輪はこんな感じですね。ネックレスなんですけども、こちらにゴールドが何種類かあります。これはですね、2011年にバンド青山、山田純社長にお願いしまして、このスライスジャパンの TSJ、 これを2種類作っていただきました。この TSJ はのデザインはあのテンダロインの西浦さんがやっていただいた力作です。はい、これも僕はお守りのようにこれつけてます。その次にこのベネチアンって言われているこの18金のこのネックレスをつけます。それからこの友人からいただきましたデイフジアブのこのチェーンを、これをつけますと。はい、最近このとどめに4本目、アーティストのイオ君がディレクターを務めるレイドバックジージャスにこのエメラルドが入ったこのデリケートなこの18金のチェーン、これが
4本常に、かかっています。ちょうどね高さ的にこういう感じになるんだよね、つけるとね、はい、これが非常に自己満足のように気に入ってます。このスネークの方の、チェーンは少し長いんで、それとちょっとこのスネークのこの細さがですねちょっとデリケートなんで、これもたまにつけますけども、いつもつけるのはこちらになります。パーンとちょっと気分を変えたい時にこのシルバーの TSG のポイントチェーンはスネークになります。デリケートなスネークですね。でベネチアン、ボルドーにもあったベネチアンですね。はい、それとですね最近ですね、あれ奥松なんかゴローズ最近つけてるぞって、まあ、YouTube でもつけてるんですけども、友人のみぞちゃんからですね、プレゼントされまして、このみぞちゃんは、の話をしますと、ゴローズ大好きなみぞちゃんなんですけども、32年前にですね、大江千里さんのプロモーションビデオの時に彼は美術だったんです。32年ぶりぐらいにまた再会しまして、そしたらなんか、銀座でお寿司屋さんやってました。でそこでまた再会しまして、わー大久保さん久しぶり、じゃあ僕ゴローズ大好きなんで30年ぶりに会った記念に大久保さんにプレゼントしたいですって言われて、先にこの赤サンゴが入ったビザをプレゼントしてくれました。それでまたしばらく経ったらこちらをプレゼントしてくれました。そんなわけで非常に感謝しています。印象深い昔知り合った友人からなんかプレゼントされたという気持ちも良くて、最近は仕上げの一品としてこれをつけさせてもらってます。そんなわけで、今日はこの指輪と洋服の中に着ているメッキゴールドのネックレスと、それから時々気分を上げて変えてつけるシルバーのネックレスと、それと、みぞちゃんからプレゼントされたゴローズの紹介をいたしました。それでは皆さん、チャンネル登録と、グッドボタンと、それからコメントをよろしくお願いします。以上、指輪と首周り関係の紹介でした。よろしく。